はい、おはようございます。今日は自分が正義の人に振り回されない方法という、片田さんの話です。片田さんは、精神科医、ですね。で、まあ、世の中にはですね、自分が絶対正しいと思い込んで、周囲の意見などまるで聞かない人が本当に大勢います。まあ、例えばですね、何でもすぐに相手のせいにする、周りのせいにして、自分が悪いのかもとは微塵も思わないような人、あるいは自分の知識や経験だけが正しいと信じ込んで、他人が持ってきた情報や意見にはそれって違うよ、本当はそうじゃないんだよ と上から目線で否定するような人、そうするとですね、この周りにはですね、被害者がたくさんできます。で、被害者になりやすいという人はどういう人かというと、まあ俗に言ういい人です。だからその対応策としてはですね、まあ、ちょっとだけ悪い人、プチ悪人になってみるというのが、まあ、片田さんの提案です。で、悪いっていうのはですね、この2つの実践をすればいいっていうんですけれども、悪いっていうプチ悪人ですけれども、ちょっとだけ疑いの目を持ってみるとかですね、相手にですね、でそれからちょっとだけ相手の裏を探ってみる、あるいはちょっとだけ反論してみる、あるいはちょっとだけ上から目線で相手を見る、まあ、これは客観的に見るという意味ですけれどもね。で、ちょっとだけ小馬鹿にしてみる、まあ、これはですね、疑ってみて、そして、まあ、相手をですね、まあ、小馬鹿にするという言い方は悪いんですけれども、笑えるなみたいな存在ですね。例えば、絶対正しいという人は結構怒りやすい人ですから、そうすると、笑える存在であったり、相手にとってですね、反論してみたりする、反論する、今まで反論しなかったような人がですね、反論したら、まあ、ちょっと厄介だなという存在になる、まあ、そうすると言ってこなくなる。で、いい人っていうのは全部受けちゃうからいい、ダメなんだという話です。で、もう一つの実践というのはですね、ここに書いてありますけれども、分析の癖をつけること。まあ、例えばですね、分析っていうのはどういうふうに分析するか、私もまあ心理学をやってますからすぐ分析する癖があるんですけれども、否認型、まあ、自分にですね、非があるからこそ相手の問題を過剰に攻撃する、まあ、そういうような人ですね。自分が間違ってるなと思うから相手を過剰に攻撃して、まあ、自分を正当化する。あるいは利得型というのがあってですね、こうすれば自分にメリットがある。非常に、まあ、こういう人はですね、例えば、列に並んでいて自分の友達をそこに 4,5 人バーンと入れてですね、そこをちょっと注意でもしようもんなら、そんなルールがあるの、そんなことどこに決まりがあるのとかって逆切れされちゃうとかですね。で、すぐに怒る、まあ、これは、まあ、大体、まあ、こういう人はすぐに怒るんですけれども、そうするとすぐに怒るとですね、例えばまあ、レストランなんかでもそうですけれども、怒ると、まあ、そこで、食事券が出てきたり、あるいは、料理がタダになったり、そうするとそういう成功体験をそういう人たちは積み重ねますから、まあ、どん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 と、まあ、このすぐ起こる、あるいは自分が正義ということを、強化されていくということです。ですから、この2つの実践、プチ悪人になる、分析癖をつけるというのは非常に自分を守るために、必要だよという話です。はい、じゃあ今日はこれで終わります。